こんにちは、風道です。本日、令和2年11月11日午前10時57分でございます。ちょっとね、先ほどね、俺の動画のコメントにね、ファミリーの方から URL 付きでコメントいただきまして、何かなと思って開いたらね、非常にね、残念な、ニュースを目にしてしまいました。俺も一応ね、YouTuber の端くれとしてね、解決につながる何かなんて出されたことはできないかもしれないですけどもね、この場を使ってね、少しでも多くの人にね、こう拡散して、何か解決につながればね、いいなと思って動画の方を撮らせていただいております。早速ね、これ公式の発表なんですけどもね、ちょっと読ませていただきたいなと、思います。氷室京介店における盗難被害のご報告及び皆様へ情報提供のお願い。2020年9月17日木曜日午前11時過ぎ、グランフロント大阪にて開催されていた展覧会、氷室京介店 LX 揺るぎなき美学と挑戦において、会場内に装飾展示されていたアクセサリー2点が盗難の被害に遭いました。何してくれてんの、本当に。会場の防犯カメラの映像には男性と思われる来場者が警備の目を逃れながら段差のある展示台に上がりアクセサリーを盗む瞬間が記録されていました。発覚後、主催者から会場地区管轄の警察署へ被害届を提出し受理されておりますと。主催者からは捜査機関により懸命な捜索が行われているものと伺っておりますが、残念ながら盗難日から約2ヶ月が経過した現在もなお盗難者確保に至っておらず、また被害物品も発見されない状況となっております。そこでより幅広い情報の収集が必要と判断したため、この度本件被害の情報を公開するに至りましたと。被害に遭った釣果及びロザリオは実際に氷室京介がコンサートで頻繁に身につけていたものであり、特にロザリオに関してはライブ活動無期限休止前の最後のコンサートツアーであり、氷室京介のアーティスト人生の集大成となる京介氷室ラストギグスの全7公演で身につけていたものです。氷室京介自身もし皆様の前でもう一度歌う機会があるとすれば、その時には必ず身につけたいと考えていたほどの他の何にも代え難いものでありましたと。ね。大阪での展示ではご来場いただいたファンの皆様に間近で見ていただこうと、特別に衣装とともに展示をしていたものとなります。ファンの皆様との大切な思い出の詰まったこれらのアクセサリーをアーティスト本人及びファンの皆様の手元に取り戻したいと考え、皆様に情報提供のお願いをさせていただくこととしましたと。つきましては、少しでも手がかりになる情報をお持ちの方は下記の情報提供先へご連絡いただけますと幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。なお、被害物品の取り戻しや犯人確保など解決につながる情報をご提供いただきました方には後日謝礼をご提供させていただく予定ですと。また他の方からのご報告や捜査により特定される以前に今回の物品を持ち出した方から自主的な申し出があり、早期の返還が実現することを心より期待いたしますというね、ことが書いてあります。で、もうファンの皆様だったらね、もう見慣れたと思われるね。これね、まあちょっと画像が荒くてよくわかんないですけど、これとね、あとこれはもう皆さんよくご存知でしょう。ね。これが2点盗難されたということでね、もう本当に何してくれてんのっていうね、せっかくね、こういう LX でさ、みんなが盛り上がって、こうね、これから氷室さんのアルバムや、もしかするとね、ここにも書いてあったけど、ね、今一度歌うことがあるとすればっていうね、書いてあるじゃないですか。これがね、すべて台無しになるわけですよって、何よりもさ、氷室区本人がね、一番がっかりしてんじゃないかなっていうね、本当に頭にきますわ、こういうのね。で、こういう人ってさ、これ盗んでどうするつもりなんですかね。家に持ち帰ってこうつけてさ、鏡の前で俺は氷室京介だとかやるんですかね。ちょっとね、理解ができませんけども、これが売りに出される可能性も非常に高いんでね。まあ俺もそうなんですけど、皆様も毎日ね、こうヤフオクメルカリチェックして、もし出品されてるようだったらね、即刻キングスイングと警察の方にね、通報
しましょう、叩き出しましょうということで、まあ俺もこれが例えばね100万200万300万で売られてたらね、それ買い取ってね即刻あのキングスリングと警察に通報したいと思います。で物はねこう身につけて鏡の前でね、俺は氷室京介だってやろうかなと思って、いや冗談ですよあの冗談言ってる場合じゃないんですけども、皆様もねこれ毎日チェックしていきましょうということで、まあ俺あまりツイッターはやらないですけど、ツイッターやってる方も多いと思うんでね、ぜひツイッターはツイッターで拡散してもらって、俺は YouTube というねあの媒体で少しでもね解決につながる何かになればいいなと思って、こういう動画を作っております。今 YouTube ってねそういう意味ではすごいエネルギーを持ったパワーを持った媒体だと思うんで、これを見た皆様もね少しでも友達友人にねこういうことがあったみたいよって、ね、広めてもらったら嬉しいななんて思っております。まあ俺もさその氷室京介さんのルネッサンス、そしてアルバムね、その後の活動までね期待しながらこういうね氷室京介さんに関わるね動画を作らせていただいて、ファンの皆様とねちょっとした交流をさせていただいてね、楽しい時間を過ごさせていただいておりますけどもね、そのファンの人の中でね一人でもこういう人がいるとちょっとやっぱりね残念だなっていうふうに思ってしまいますよね。何より氷室さん本人がね一番がっかりしてると思われます。なんで叩き出されてね、つまみ出される前に自らね申し訳なかったですっつってね、ファンであるならば自ら名乗り出てね解決に向かってくれればいいなぁなんてね本当に思っております。てなわけで今回ちょっと残念な動画になってしまいましたけどもね、少しでも何かね解決のきっかけになればと思って動画の方を作らせていただきました。皆様も氷室京介さんのねアクセサリーもしどこかで見るようなことがあったりね、何か情報を耳にするようなことがあったらすぐにねキングスイングさんの方とかね警察の方に届け出していただきたいなと思っております。てなわけで最後までご視聴ありがとうございました。